勝負。どうもヒカキンです。私ヒカキンと言ったら一重です。まあちょっと特に自分では気にしたこととかはないんですけれども、まあね、くっきり二重のイケメンとか見るとね、羨ましい気持ちにもなったりするわけですね。で、ここ最近ね、ツイッターとかで何件かリクエストいただいたんですが、ヒカキンさん、アイプチで二重にしてみてくださいよ、見たいですっていうリクエストをね、いただきましたので、Amazon で買いましたよ。よくわかんないんだけどね。それがこちら。二重癖付けリキッドタイプ。はい、こちら Amazon で人気っぽかったので買いました。888円だったかな、800円台でした。二重癖付けリキッドタイプ、長時間キープ、塗って押さえるだけ、簡単パッチリ、汗水に強い、ウォータープルーフ。なんかおかしくなった。首おかしくなった。プルーフのせいで首おかしくなった。まあいいや。これで二重になれんの？強烈な一重ですからね、僕。やってみようやってみよう。なんかバイキンくんが持ってそうな槍みたいなの入ってます。バイキンくんって意味わかんないか。あ、僕目が悪くて目が悪くて見えないんですよ。あ、こんくらい近寄ると見えるね。あ、来た。お、すげえすげえ。あれ、ちょっと二重っぽくなってる。すげえ。あ、こういう感じでちょっと楽しくなっちゃうんだね。やばい、目覚めそう。あ、こんな感じか。こんな感じか。こんな感じだ。やりすぎやりすぎ。目飛び出ちゃう、目飛び出ちゃう。あ、そっかそっか。塗って、こうやって貼り付けるんだ。うわ、これってさ、めっちゃ上にしたらやばくない？この辺とか。めっちゃ上にしたら。うわ、これ不自然だな。うん、この辺とかにしてみよっか。だいぶでもこれ、幅あるよね。うわ、楽しみ。どうしよう。ついに、26歳にしてイケメンになる時が来たのかな。おお、これで元々だ。これで、なんだこれ白いぞ、おい、なにこれ、白いんだ、これボンドじゃん。これ木工用ボンドじゃないよね、これね。透き通ってると思ってて、これ白いの。まあさすがにね、目に塗るものだから、目に入ってもさすがにやばいことにならないようになってるでしょ、さすがにね。とりあえず塗り方、あった、塗り方あった。はい。あ、結構塗るんだ、これ。まず白いんだけど、乾くと透き通るんだって。へえ、やってみよう。やってみた方が早いんだ、こういうのは。失敗して成功するんだよ。まずこの辺に塗るんだって。うわ、大丈夫これ。この辺に塗るとちょっとね、透き通ってくるんだって。乾いた頃にいっぱい塗っちゃおう。怖いよ。なんか目に入りそう。怖い。よし、こんなもんか。うわ、なんか目に入りそうで怖いな。で、乾いて透き通ってきたら、スティックで二重にするラインを作ると。あ、透き通ってきました。この辺？お、この辺か。ああ、なんだこれ、すげえ。あ、やばい。ああ、二重になってる。すげえ。あ、やばい。あ、ちょっと失敗してるけど、これで上目遣いにするといいらしい。すいません、ちょっとこれ怖い映像な、ゾンビみたいになってるかもしれないけど。ああ、ちょっと幅がおかしいか、これ。ああ、危ない。あ、こんな感じこんな感じでこれ突っ込む感じ。オラって感じで、これ。ぐしゅぐし。離す。お、なんか失敗してる。ラインがちょっと不自然だ。なんかおかしいことになってる。お、ちょっと来てる。お、来てる。ちょっとなんか内側がなんかちょっと、なんかおかしいな。大変だね。ふんにょ。お、ちょっと、お、すごくない？ちょっとこっちすごくない？ほら。別人っぽい、目が。別人だ。すげえ。ちょっとこっちもなんか、張り付いてる感があって、なんか、自分じゃないみたい。すげえ。反対側もやろう。反対も同じようにね。やばい、入る。やばい。いけ。やったれ。二重になるんじゃ。これがね、最新のね、美容の世界です。二重、やばい。すいません、こんな映像でね。ほら、できたよ。綺麗な二重。ほらほら、すごいくっきり二重だよ。なんか目がギラついてるよ。もうギラついちゃってる、ギラついちゃってる。なんか顔違うね。変わったように見えるね。なんかね、おかしいね。なんかねまあやっぱり僕は一重でいいですねただこれ下手だからね、僕こういう風になってますけど、本当に上手な人がやったら綺麗になるのかもね。なんか眠そうな人みたいになっちゃってるもんね、これいやでもね、確かにね、ちょっとワクワクはしたね。だから女性がなんかメイクしてあっ綺麗に見えるとか、あ、なんか可愛く見えるっていうのは気持ち分かりました。ただメイクするのとまたちょっと違った気分ですね、これ面白い。はい、というわけでやっぱり綺麗に二重にしないとね、イケメンにはなれませんね。まあ僕の場合、あと他のパーツの問題もあるんでね。Today's HIKAKIN's point 82。価格もお手頃価格だったのと、まあ僕は使ってみてヒリヒリとか、なんか痒くなったりとか一切ないんで、そういう面ではね、すごい使いやすかったです。ただ、やっぱり初めてやるとそんな簡単ではないですね。何回かやればでも上手くなるんじゃないかな。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はじゃんけんポン。バイ。私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、バイン、ツイキャス、Facebook。その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では私ヒカキンにやってほしいことを募集中。概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押してたらく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 今水で軽く洗ったらね、なんか、こんなになっちゃった。まあ、ただね、水に強いっていうところがいい商品だと思うんで、ちゃんと洗顔で洗えばすぐ落ちるんでしょうけど、逆にね、簡単にはね、サラサラっとは落ちませんでしたね。いいことだ。いいことだ。非常にいいことだ。はい、ということで、本当に水にも強い、ウォータープルーフでした。